メイ列車で行こう。設備編。単線の未来。単線。線路が一本しかなく、上り下りの列車がこの一本の線路を共用します。当然、複線に比べると輸送力が落ちます。が、少ない費用と土地でも建設できます。単線区間の注目ポイント、観察ポイントは、将来、複線化できるように考慮されているかどうかです。単線として開通しているものの、今後の需要増加や運転本数の増加を予測して、複線化できる用地を確保している場合もあります。トンネルなども複線用で作られている場合があります。写真は篠ノ井線の単線区間にあるトンネルです。国鉄の財政悪化で複線化が見送られ、単線のまま現在に至っている例です。他にも、オーバークロスする道路などの構造、橋脚が将来複線化に対応できる構造になっているかどうかなどで判断することができます。写真は関西本線での例です。複線化できる用地も確保されているように見えますし、道路の橋脚の位置を観察すると複線化できるように配慮されています。逆に、橋脚などが複線化を妨げている例もあります。名鉄岐阜駅の手前や、西武新宿線の脇田信号場、本川越駅間です。しかも、オーバークロスしているのは鉄道です。鉄道が別の鉄道の邪魔を、する、皮肉な例です。わずかな区間ですが単線になってしまう区間があり、ダイヤのボトルネックになりやすいです。このように、複線区間に残された単線区間には、何かしらの理由があるようです。瀬戸大橋線の岡山川、宇野線もそうです。普通列車に加え、快速マリンライナーや四国各方面へ向かう特急列車に、貨物列車も走り、運転本数が多いです。部分的に複線化され、多少は改善されましたが、単線区間も残ります。橋脚があったり、建物があって用地の取得が、困難な場所もあったり、費用の問題も加わり完全な複線化を妨げています。ちなみに、将来複線化するように配慮しているかどうかで、交換駅の構造、配線も変わってきます。こういった配線なら、線路を一本足しても、綺麗な線形で複線化できそうです。この配線だと、綺麗に複線化するのは大変です。線路をずらせば綺麗な配線にできますが、複線化の工事中でも、営業運転を行っているので、すでにある線路を動かす工事は、できるだけしたくないです。なので、片側に線路を一本足すことになりますが、速度制限が発生するほどの、カーブは入れたくないです。が、強引にカーブを入れた配線に、せざるを得なくなります。あるいは、営業運転終了後の深夜に線路付け替え工事をしてカーブを緩やかにできる配線にするなど工事が大掛かりになります。なので将来の複線化をあまり想定してないとも言えます。今後複線化するのか？日本の人口は2008年頃から減少に転じています。東京や首都圏、都市部などでは人口の流入が続き、鉄道の輸送力増強が求められます。一方で地方は過疎化や少子高齢化の波が押し寄せてきていますし、田舎だと鉄道よりマイカーの利用が一般的です。日本は今後人口減少が予想されています。なので、単線を複線化しようといった設備増強の動きは、一部に限られてきそうです。複線化を考慮した設計であっても、費用対効果や今後の人口減少を予測して、複線化に消極的なのが現状です。赤字ローカル線では、むしろ存続できるかどうかの心配があります。大雨や災害で不通になった、不採算路線がなかなか復旧しないケースも見受けられます。交換駅の構造。まず、交換駅の設備で考えられるのが、両開きと一線スルーのどちらが、良いのか。分岐器の速度制限やスピードアップと、
費用対効果の話になります。昔からの設備は、Y 字の両開き分岐器が、多いです。分岐器の速度制限を受けるので、通過列車でも速度を落とすことになります。特急や貨物列車が、所要時間の短縮を、しようとしている時に、ネックになります。一線スルー方式なら、特急列車などが高速で、通過できます。所要時間の短縮と、費用対効果のバランスを、考慮して、改良工事が各地で行われています。例は、予算線や山陰本線などがあります。単純な交換駅の構造、折り返しや追い越しを行わない単純な交換駅の、場合、列車の進路は左側通行が、原則です。すれ違いの列車交換を、行わない場合も左側通行で、ホームの案内表示も方面、行き先が、固定されています。信号設備も左側通行だけを、想定した作りでよく、コストを抑えることができます。ワンマン運転時、ドア開閉などの安全確認に、使うホームミラーも左側通行だけを、想定して設置すれば良いのです。そして、両開きの Y 字分岐器を、使えば用地も少なくて済むのです。ただし、ポイント通過時の揺れで乗り心地は悪くなります。一線スルー配線の場合、左側通行の原則が、崩れるため、それぞれの番線に信号などの設備や、ホーム上の各設備が必要になります。用地も Y 字分岐器より必要になります。単純な交換駅でも、設備が増えるため、維持コストも増えます。が、特急などの速度向上と、ポイント通過時の乗り心地改善などのメリットがあります。両開きと一線スルーどちらにも、一長一短があります。特急の本数が多く、スピードアップによる時間短縮効果が大きい場合、一線スルー化が積極的に行われています。次回は、複線区間と単線区間の境界を設備面から見ていきます。ご視聴ありがとうございました。